どうも、ギズモノジャパンのリチャードです。2019年9月29日にイーロン・マスクが惑星間の巨大ロケットスターシップのアップデートを発表しました。これは前澤さんが乗るやつですね。ということで今回はそのスターシップの凄さとスターシップの役割で、あとスターシップに乗って月旅行に行く前澤さんの役割についても話していきたいと思います。ということで、じゃあ Let's get right in。ということで、スターシップの凄さなんですけど、大体3つのポイントに分けられるんですね。まずボディがもう本当にめちゃくちゃでかいんですよ。直径が9メートルで、ファルコン9とかと比べてもまた大体3倍とか余裕でいっちゃうんですよ。高さもすごい高いので、内容量1000立方メートルっていうんですね。これは国際宇宙ステーションと同じくらい の容量なんですよ。与圧されている空間が、複数の先進国が何十億ドルもかけて作った宇宙ステーションと同じ容量が1回の打ち上げでできちゃうっていう、それがスターシップのまずボディがめちゃくちゃでかいっていう特徴の一つです。で、次エンジンがオールラウンダーなんですね。ラプターエンジンっていうんですけど、これについては詳しくは前の動画で話しているんで、もしよければそちらを。で、要点を言うと、燃料がメタンなので調達がしやすい。地球でも火星でも、例えば土星の月タイタンでも調達しやすいっていうのと、あとメタンっていう結構ありきたりな燃料を使いながらも燃焼室の圧力がめちゃくちゃ高いので、高効率に燃焼して推進力を得られるんですね。何か一つすっごく秀でてるわけじゃないんですけど、もういろいろなところでいろいろ使えるっていう優秀なエンジンです。ボディがステンレスでできている、これ3つ目のポイントなんですけど、従来のロケットって大体アルミとか何かしらの合金なんですけど、それだと融点が大体300、400度ぐらいなんですね。なので再突入するとき結構溶けちゃうんですよ。でもステンレスでできていると1500度まで耐えられるので、薄いセラミックのタイルを貼るだけで溶けることなく地球だとか火星だとかに再突入できるですよ。さすがイーロンですね。合理的で、しかもキラキラしてかっこいいんですよ。要は何ができるかっていうと、もう大量の人とか物を遠くの場所に運べるんですね。月だとか火星だとかに、もう例えば100人単位で遅れちゃうんですよ。100人だと1000立方メートル割る100で、だいたい1人10立方メートル、ちょっと狭く感じるんですけど、地球上の10立方メートルとは違って、宇宙空間だと無重力なんで、下の床もそうですし、上も横も前後も全部居住空間として使えるんですよ。だから10立方メートルって言っても結構広く感じるらしいです。ということで、スターシップの役割に移るんですけど、そのやっぱり大量の人や物を運べるので、それを使って人類を太陽系中に届けるっていうのと、あと超大型とか大量に衛星を地球上の軌道に持っていける、で最後にサステナブルな宇宙時代を到来させるんですね。どういうことかっていうと、まず大量に輸送できるので、例えば前澤さんと5、6人のアーティストだとか、あとは月軌道の、月月面上の基地を作るための資材だとか、それも火星に作ったりタイタンに作ったり、でそこに居住するコロニスト人々とか、それを全部安く、一度に運べるんですね。それがスターシップの第一の役目、人類を多惑星、文明に進化させるっていうところです。で次に、大量の衛星を地球軌道に乗せるだとか、あと大規模な、衛星を地球軌道上に乗せるとかあるんですけど、それはまず、今 の衛星って大体何かしら折りたたんで宇宙空間に出てからまた展開してるんですね。っていうのも打ち上げるためのロケットの内容量のスペースが小さいんですよ。だから例えばソーラーパネルとか全部折りたたんで、望遠鏡だったら鏡を折りたたんでとかしなきゃいけないんですけど、もう1000立方メートルですから折りたたまずに持っていけるわけですよ。それはやっぱり動く部分が少ないっていうのは故障する可能性が低くなるので、めちゃくちゃいいところで、例えば宇宙ホテルとか打ち上げてもいいですし、小惑星採掘のための宇宙船をそれで打ち上げてもいいですし、結構容量が大きくなるっていうのはそれだけ可能性を広げるところ。これサステナブルな宇宙時代っていうのはスターシップの大きな特徴として、ファルコン9と同じように打ち上げた後着陸できるんですよ。でそれを燃料を入れたりとかタイル交換したりだとか、ちょっとメンテナンスするだけですぐまた打ち上げられるっていうことは、まず使い捨てじゃないので
その点でエコですよね。で時間もお金もかからないからどんどん打ち上げられる。でさらに燃料が先ほど言った通りラプターエンジンはメタン使ってるんですよ。だから水と空気さえあれば、まあ、二酸化炭素さえあれば作れるんですね。あとエネルギー太陽光だから、太陽光ソーラーパネルでエネルギー電気作って、その電気で水と空気から酸素を作って、その燃料で何回もロケットを打ち上げできるっていう、すごいサステナブルなロケット運搬モデルなんですよ。ガソリンに頼っていた車時代から今電気自動車時代に移ろうとしてますけど、スペース X によるスターシップが到来させる宇宙時代はもう初めからサステナブルなんですね。これほど何でしょう、いいことはないと思います。初めからエコ、これ以上はない。人類の生活する空間を地球だけじゃなくて月とか火星とか、あと土星のタイタンっていう月にも広げることができるんですね。でそうしたい理由は、スペース X は地球に何かあった時に人類の文明、人間の意識っていうものがそこで途絶えてしまうことを危惧しているんですよ。例えば小惑星がぶつかってきたりだとかありますし、未曽有の大災害、すっごい遠くの未来なんですけど地球は滅亡する運命にあるんですね。太陽今ありますよね、すごい遠くに。で結構小さく見えるんですけど、あれが赤色巨星っていう状態になるともうめっちゃ膨らんで地球軌道上まで膨らむんですよ。太陽が飲み込まれちゃうんですよ。人類の文明も意識も全部なくなっちゃうので、遠くの例えば土星のタイタンだとかにいればまだ助かる可能性はある。そういう人類の未来を存続させるための活動でもあって、それはスターシップのようなロケットじゃないとできない、存続の危機っていう、すごいタイムスパンの長い話なんで実感はできないかもしれないんですけど、それに備えているためのロケットです。そういう役割です。でスターシップはすごい、でスターシップの役割も超大事。じゃあ前澤さんの役割はって何なのかっていうと、そのスターシップを開発するための資金を出しているんですよ。これ本当に一番有意義なお金の使い方だと思うんですね。こんなかっこいいお金持ちいないと思うんですよ、マジで。自分がお金持っていて人類が存続するためのテクノロジーにお金を出す、最高の買い物じゃないですか。ここはマジリスペクトなんですよね。だからいろいろニュースは出てますけど、人類を助けている前澤さんっていう面も僕は強く推したいと思ってます。で次にアーティストを連れていくディアムーンっていう、地球出して月をピュッて回ってくるディアムーンっていう月旅行計画を立てているんですね。でそこのツアーに 5,6 人のアーティストを地球から連れていく予定なんですよ。でそれでそれぞれに地球に帰還した後作品を作ってもらって、それを世界中で展示するっていうプロジェクトで、僕の推測ですけど宇宙はもう身近なんだよっていう、そのアートの作品だとかを通じてもう人類は宇宙を感じ取れる時代になったんだよっていうのを多分伝えたいと思うんですよ。で人類は本当にこれから宇宙に進出していくんだっていうことを実感できるようにそういうふうにしていて、でこれに関してはイーロンもすごい感動してるんですね。あのディアムーンの発表会、初めて会ったあのスペース X のヘッドクォーターでやった時にイーロンがマジで声震わせながら言ってたんですよ。成功するかもわからない危険でリスクの高いプロジェクトに出資してくれて、しかも月への席をアーティストたちに譲ったりして素晴らしい行為ばかりなんだ。彼の行動は僕の人類に対する信頼を大きく回復させてくれた。あのイーロンがここまで言うんですよ。前澤さんの人間力マジ本当にグローバルレベルなんですよ。僕もこの発表会見た時は思わずちょっと涙ぐんじゃって、イーロンその頃結構テスラとかで大変だったんですね。そのイーロンが前澤さんでモチベーション取り戻したって思うと本当に誇り高いこと、まあ、スターシップの開発に出していって、で宇宙が身近だっていうことを全人類に伝える、その2つプラス、あとそもそもスペース X とイーロンとかって出資者を慎重に選ぶ姿勢なんですね。グエン・ショットウェルさんもあのスペース X の CEO が We're very picky about who invests in our company. We want investors with patience as well as excitement about what we're trying to do. だから、まあ、出資者を入り好みしていて、
で私たちのしようとしていることに私たちと同じように興奮していて、かつ根気のある人を出資者として迎えたいって言っていて、前澤さんは多分もうそれにドンピシャだったんですよ。だからこそあのスターシップっていうスペース X の最も重要なロケットと言っても過言じゃない、その初めての有人商用搭乗者として選ばれたわけです。本当に多分10年後一番有名な日本人はもしかしたら前澤さんかもしれないですね。宇宙旅行士前澤みたいな感じで、だから本当に今歴史が動いている瞬間なので、立ち会えてよかったなって日々思います。ということで、まあ、前澤さんの役割は人類を前進させる、そのテクノロジーのイノベーションを加速させて、でさらにそれを自分でもう命をかけて人類に見せつけて、でロケットが飛行機のように変えて乗れるような時代になったっていうのを多分実感させてくれる存在なんですよ。だからまあ最高にかっこいいお金持ちですね。僕もお金があったら、いやお金を作ってこういうことしたいなって思います。ということで、まあ、まとめなんですけど、あの今回発表会で展示されていたスターシップステンレスの金ピカのやつはあのマーク1なんですよ。マーク1はスターシップのプロトタイプの1個目 でこれは、多分20キロ上空まで飛んで戻るっていう、こういう動きをする、プロトタイプ、あのエンジンだとか挙動とか全部調べるためのもので、それは多分 1,2 回飛んで終わりかもしれないですね。でマーク1とマーク2、あのアメリカで2カ所で建造されてるんですけど、その2つの役割は大体それです。でそこで建造その方法だとか、あと飛ばし方だとか全部調べた上で、次のマーク3とマーク4を作ります。それは今度は軌道に乗ります。あの地球をぐるぐる回るような軌道に乗るんですね。これは来年です、予定では。早いですね。あの今回のマーク1とマーク2もたった4ヶ月で作ったそうです。信じられない。その後はもう有人飛行です。あの地球軌道の有人飛行を経て安全性確認したら、2023年予定通りに行けばディアムーンプロジェクトで前澤さんと 5,6 人のアーティストが月へ向かいます。で帰ってきたら後先を見ることになるでしょう。最高っすね。イーロンと前澤さんのようなそのロケットのようにもう全身あるのみみたいな人は心から応援したいですし、今回のディアムーンプロジェクトがヒットになって、ディアマーズだとかディアタイタンとディアスペースだとか、そういうふうに人類がどんどん活動の幅を広げるための先駆けになるといいなって感じています。なのでもし前澤さんから誘われることがあったらイエスと言って一緒に行ってあげてください。そしてアート作品楽しみにしてます。これからもスターシップもろもろ全部全力で追いかけていきたいと思うので、また See ya!